外は入っています。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。牧一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回カープ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあ、どちらがその主導権握るんでしょうか？初球、これは大きな変化球。外のボールに手を出しました。ノーボールツーストライクです。アウトコースは外れます。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の森がバッターボックスに入ります。まあ打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。うん、そうですね。インサイド打ち上げました。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター太田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。アウトコース見送ってストライクです。スピードボールを持っています。2球目も決まります。さあ外してくるのか。3球目打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。2番バッター桑原、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。156キロがいきなり出ました。2球目は何で来るか。引っ張った。レフトへ打球伸びる。末永抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3回終了0対0同点です。回は4回の表カープの攻撃。2番バッター菊池、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね、塁に出すと余計な神経も使えますからね、出したくないですよね。そうですよね。打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。ご覧いただきましょう。非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。
さあバッターボックスには先発の大谷が入っています。いいバッターでもあるんで十分警戒するべきでしょうね。そうですね。さあ一打先制という場面を迎えています。送ってきた、三塁方向、ピッチャーが抑えた、一塁アウト、きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。外の球打った、センター前抜けていく、サードランナーホームイン。カープ先に点を取りました。1対0、先手を取られてしまいました。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。タイムリーで先制点を奪われています。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには坂倉、そして塁上には堂林。まあ盗塁の警戒をしておいた方がいいでしょうね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。膝元への変化球、ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、いい送球、失敗。ここは二塁への進塁を許しません。これでピッチャーは楽になりましたよね。はい、ランナーはいなく打ちました。大和、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回カープついに均衡を破りました。1対0、カープ先制です。DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。バッターは佐野、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ベイスターズ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差ですからね、この回でしょうね。そうですね。ファーストが取る、アウト、ワンアウト。打順は4番マル、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセンターフライに倒れています。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが2球目、アウトコース外れます。ボール先行です。改めてお聞きしますが、バッターの牧、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはフルスイングが新庄の強打のバッターですね。なるほど。これが4球目、ここは1球見ました。5球目は何で来るか、アウトコース打ちました。取ってツーアウトです。バッターは5番宮崎。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日はバットが振れてるようですからどんどん行ってほしいですね。インサイド落ちました、ファウルになります。インサイド落ちました、取ってスリーアウトです。反撃したいベイスターズでしたがここは三者凡退に終わっています。4回終わって1対0、1点リードはカープです。5回の
里崎さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあそうですね、ただベンチではそろそろ交代っていう考えもあるんじゃないですかね。そうかもしれませんね。継投策もキーになってきそうです。さあ2球目は何か。インコース、ファウルになります。打ちました、取った、一塁送球アウト、ワンアウトです。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。打席には7番バッター小園。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはベイスターズが森、そしてカープが大谷、この2人の投げ合いとなっています。打ちました、センターに大きな打球、センターバック、センターバックする、センターオーバー、バッターランナーは2塁到達、ワンアウトランナー2塁となりました。ご覧いただきましょう、非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。さあそして打席には上本が入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。なるほど、そうですね。センターへ、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになった、ホームに送球する、センター前ヒット、ベイスターズさらにピンチが続きます。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。ここは取られたくないですね。さあこの場面でバッターボックスには9番の野間が入っています。ここは三振を取りたいですよね。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか、積極的に振っていきます。次が2球目、ここもアウトハイへ、今度は見送りました。次が3球目、落としてきましたがこれは外れます。さあ4球目は何か、落ちる球を見極めました。スリーボールになりました。これはちょっと手が出ません。これでフルカウント、次が勝負の1球になります。ここでフォアボールを与えました。これでワンアウト満塁、ピンチを迎えます。まあここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負ですよ。はい、ベイスターズここでピッチャーが変わります。満塁の場面でマウンドに上がったのは石川。さあそしてバッターボックスには秋山入ります。さあなおもピンチの場面で満塁となっています。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですよね。三振を取りたい場面ですよね。ここは変化、センター前抜けていく、
ホームに送球、サードランナーがホームに帰ってきました。カープ追加点を挙げました。2対0になりました。ベイスターズさらに満塁のピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。試合中盤徐々にリードを広げられています。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。まあそしてこの場面相手が勝負強いバッターですからバッテリーとしては嫌な局面ですね。そうですね。さあ気をつけていきたい。菊池が打席に入っています。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。レフト線、これは大きな打球、フェアだ、ヒットになる。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。カープ追加点、4対0。ベイスターズなおも三塁二塁のピンチ。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。点が入りました。リードを広げられています。さあ打席には先発の大谷が入ります。まあこの辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。アウトコースのボール球に手を出しました。すぐに追い込みました。